学校でございます。えー、今日は、2024年4月、あ、5月の7日でございます。ということでですね、今日は、XSR ちゃんの、またあの、ちょこ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 ですね、なんかいろいろと、あの、手を入れて、入れ続けてるんですよ。それでですね、ちょっと、まあ、紹介してみようかなと思って、えー、動画を撮影しております。 それでですね、えー、まず、えー、バイクに行く前にですね、このヘルメットをご覧ください。で、これは、あのー、荒井のラパイドネオなんですけど、これはですね、実は、あのー、ドカティ乗ってた時に、あのー、イタリアンカラーが、で、あ、あのー、ラインが入ってるですね、あの、トリコローレっていうやつだったんですよ。で、ドカティを降りたので、 あのー、これをですね、あの、塗装屋さんに、えー、このゴールドで、えー、塗り直していただきました。まあ結構時間と費用がまあまあかかったんですけど、でも結構仕上がりには満足しております。それでこの黒いラインは、ちょっとこれ空気入っちゃったよな。これ、これはあのー、私が、あのー、自分で、あのー、カッティングシートを貼りました。まあこんな感じになっております。 結構ですね。やっぱりあのー、RZ の、この RZ からの XSR、このこの黒地にゴールドのこのラインが特徴ですので、まあこれに合わせて、この、あのー、ゴールドに塗り直してもらったっていうですね。まあそんな感じでございます。そしてですね、あとは、うん、う最近あのー、スマートモニターが結構 流行ってますよね。で、私も、実は去年、あの、クラファンがありまして、クラファンでですね、その、スマートモニター、あの、申し込んでたんですよ。で、それがこの間届きましたので、早速、つけました。で、これはですね、なんかすごい便利だなと思って、あのー、初めて行く場所でも、フットワーク軽く、よし、行くぞっていう風に、ピューンとこう、あの、出られるような、 軽さがありりまますすので、あのー、これは大変気に入っておりますそれで私この XSR とあとその川崎のダブル6番を持ってますけれども、あのー、1つの、あのー、スマートモニター、あのー、で2台のバイクが使い分けあ使い回しできるようにですねこんな感じで、あのー、とハンドルにクランプしてつけられる取るようにしております。 で、ついでにですね、あの、これも、あの、と、これはあの、二輪用の、あの、ETC なんですけども、で、これもですね、あの、この XSR 買った時も W 買った時も両方 ETC が付いてなかったんですよ。なもんで、あの、一つの、あの、ETC を二台で使い回しできるようにですね、あの、ここの、 クランプで簡単に外せるようになってまして、それでですね、電源は、あの、ここにですね、アクセサリーから、あの、やっぱりこれ引っ張ってきて、あの、防水の、あの、ソケットですね、これを付けたんですよ。で、W も同じように、えアクセサリー電源からこれが伸びております。なもんで、これをパチンと外して、あの、W にも、 使いましできるっていう風に、えー、しました。そんなところですね。あとはですね、えっと、ミラーなんですけど、ミラーはちょっとこの間まで、こう、こういう加藤式の、あの、ミラーを付けてたんですけども、最初、いいかなと思ってたんですけど、ちょっとデザイン的になんかこう、大げさだなと思いまして、で、このシンプルな、あの、ミラーに交換しました。 で結構これ、あの、広角レンズなんで、あ、広角鏡なので、あの、かなりこの間もちょっと高速で100キロぐらいこう、ブイーンとって友達な人ちに遊びに行ってきたんですけど、その時もですね、高速乗ってももうすごく視野も広くて、とてもいいですね。これはあの、デイトナの、なんだっけな。デイトナで売ってるミラーです。そして、なんといってもですね、見てください、この、 ビキニカウル。これはですね、プーチというメーカーの、えー、ビキニカウルです。これは XSR900 用、専用だったかななんか、まあ、そんな感じなんですけども、あのー、ビキニカウルつけました。今までメーターバイザーをこう、いろいろこう、あのー、いろんなメーカーのをつけたり外したりしてこう、やってきたんですけど、あのー、 見た目とですね、機能性と、あの、の、バランス、なんかちょっと今まいっちゃだなと思ってたんですよ。で、まあ、もうどうせだから、あの、ビキニカールつけちゃえっていう感じで、えー、つけました。そうしたらですね、これは、あのー、まだ高速では、まだ走ってないんで、ちょっとわかんないんですけど、今日、結構のペースで6個走りまして、で、あのー、 明らかに胸に当たる風が、あの、軽減したっていう、これはですね、あんまりこうデザイン重視のビキニカールなのかなと思って、効果はあんまり期待してなかったんですけど、あの、明らかに胸に当たる風の量が減りました。だからそういう意味では、 楽だなと思って、これちょっとそのうち高速、またこう走って、えー、見ようかなというふうに思っております。まい、あ、大体こんなところですかね。最近の XSR ちゃんの。それでですね、やっぱりあのー、先ほども申し上げた通り、そのスマートモニターつけたのもあってですね、なんかこう、あとはやっぱり、えー、納車から、 そうですね。今日現在で2ヶ月ちょっと経ちましたけれども、距離的には1500キロぐらい走ったんですよ。で、やっぱりそのぐらい走ると、やっと、こう、なんていうんですかね。あのー、いろんなことが分かってきたし、その、体になじむ感覚とか、バイクになれ、なれるっていうんですかね。バイクに慣れまして、あのー、 こう前みたいに、その、このバイク乗りこなせんのがや、みたいな、そういうこう、不安とか、そういうものは今はもうなくなりまして、で、軽さとですね、そういうこう、なんですかね、鋭い吹き上がりとかですね、あとはその、電子制御がバリバリ入ってるんで、そのコーナリングに入った時の安心感みたいな、まあそういったものが、あの、今やっとこう、1500、 キロ走って、やっとそれがこう、なん、なんていうんですかね、乗らせていただいてるって感覚よりも、だんだん少しずつ、俺が操ってるんだみたいな、そういう感覚に変わってきて、そうするとですね、いろんなその、電子制御の恩恵とかそういったものを、今ひしひしとですね、感じながら、なんかドカティでこうな、ぐわーっと突っ込むときに、うわー、このスピードで突っ込むの怖えな、みたいな、 あのスピードも XSR で突っ込むとですね、もうなんなくクイーンとクリアできちゃうので、まあそういうこう安心感とかですね、まあそういったものが、あのとってもいいなと思って、今こう、またこう XSRI がですね、だんだんこう溢れてきたところでございます。そうなるとですね、ちょっと W くんが最近あんまりあの、 こっちの方がやっぱ軽いんであのちょい乗りとかですねそこら辺のちょっとしたの買い物だなんだ用足だって出かける時もこっちで出かけちゃうんですよ。なのでダブル君に乗る機会がだんだんちょっと減ってきちゃって少しこうへそ曲げてるような感覚があるのでダブル君もそのうち乗ってあげようかなっていうふうに思っております。ということでですねあのー、まあ XSR ちゃん 1500km 走っての近況を 感じること、あとは最近いじくったちょっとこう、カスタムとその感想みたいなのを、えー、軽く語ってみました。ということで、あのー、また、折々でですね、また動画作ってアップしていこうかなというふうに思っております。あ、そうだ。あと、近々ですね、あのー、なんだっけ、パフォーマンスダンパーをつけようかなと思ってるんですよ。 で、私このバイクで、あのー、少しこう高速使って長距離なんかも行ってみたいなと思ってるんで、多少そのスポイ、あの、ひらひら感がスポイルされるみたいなレビューがたくさんあるので、まあその辺どうなのかなと思うんですけど、私はどっちかっていうと、うん、あの、もしひらひら感とその高速安定性みたいなのがトレードオフ、 トレードするんだったらば、まあ、どっちかっていうと私は高速の安定性を取るので、だからパフォーマンスダンパーはちょっとつけるの楽しみなんですよ。まあ、そんなところで、え、つけ終わったらまたレビューの動画を上げてみようかなというふうに思っております。ということで、ありがとうございました。失礼します。